不思議勝手に応援チャンネル当社。本日は何をしましょう。今言う感じだったじゃないですか。自分から言う感じだったのに。J3 の順位予想じゃないですか。来ましたね、はい、当てる自信ありますか。あら、まず、はい、まず今年の1位。あ、1位からいきますか。1位からいきましょう。あ、いいですよ、はい、いきなり割と結構ダントツな感じで、はい、大宮アルディージャ。あー、なるほどね。はい、ここはね、ここはね、縦のラインがね、すっごいしっかりしてる選手、はいはい、だってシュビルツォクいて、はい、で杉本健吾入ってきたでしょ。入ってきました。で中盤アルトゥールシルバー入ったでしょ。入りました。でゴールキーパーはほらジュビロとかにもいた志村選手がいるわけでしょ。はい、います、います。であとディフェンダーには茂木選手とかもいるでしょ。ああ、そうです、そうです。隙ないでしょって。この縦ラインしっかりしちゃったら、まあね、さすがにもう強いよと。あの、なんか1年で復帰するチームの典型みたいなチームの作り方してきたなっていう、はい、うんうんうん、あのガンバとかジュビロが落ちた時に1年で帰るようなチーム、そういうのに近いチーム。すごいかも。で J3 ってあの戦術よりもフィジカルが重視、はい、よく言われますねそれ、じゃないですか、はい、だからあのどうなのってあると思うんですけど、うん、フィジカルで戦えるやつが集まってるっていう。なるほどね、はいはいはい。だってまずシュビルツォク体強いでしょ、はい、でアルトゥール・シルバーも体強いでしょ。めちゃめちゃ強いですよ。で杉本瀬健佑はもうタッパーあるでしょ、はい、だからもうフィジカルで戦いちゃうのよね。なるほど、はい、だから J3 の戦い方でも多分苦なくいけんじゃないかなと思う、うんうん、っての1位ですね。なるほど、はい、まあここはもうなるほどね、1位から発表した理由は分かりました。そう、多分みんなそうだと思う。もうこれもうチートだよって言ってると思う、もう、あ、うん、ガチガチね、ガチガチすぎて。だここはまず格ほど本命、ど本命、はい、峰竜太ですね。もうそう、4角の峰。4まあ1でもいいけど。はい、まあまあ、プレーオフ6位までだっけ。6位までです。6位までいってきます。6位じゃあいきますか、はい、6位最後の一枠、アスルクラロン沼津。おー、沼津、はい、確かに自力はあります。自力はありますから、はい、沼津も昇格圏内を地味に最後まで食らいついて争ったと。そう、そうなんですよね。そうなのよ。そこ皆さんね、インパクトね、やっぱね、その富山がね、逆転されちゃったっていうインパクトが強すぎてあれだったかもしれないけど、はいはいはい、すぐ下には沼津ずっといたのよ。確かに確かに。そう。で、沼津も、ブラウンノア健信選手がいなくなっちゃったんだけど、はいはい、結局、地味にね、アタッカー陣ね、育てんのうまいの。うんうんうん。まあ、渡辺亮選手だったりとか。はいはい、まあそうですね。だったりとかもそうだけど、いい選手がね、出てくんのよ。なのでね、まあ、大崩れしたっていう年もあるんだけど、J3 の中では割と比較的に、中位にいたり、上位にいたりっていうチームなんで、意外に。なのでね、ちょっと沼津がプレイオフ圏で入るんじゃないかなと。おー。ゴン長山大成2年目。結果が出ると。結果が出る年に なるんじゃないかなと。ツエーゲン金沢。おー、なるほど。はい。ちょっと苦戦する年になるかなと。はいはいはい。で、やっぱりちょっと選手層を見ても、この J3 の戦い方になった時にちょっと後手に回りそうな感じがあるかな。うまい選手は揃ってるイメージなんだけど、その体の肉弾性になった時に、ちょっと後手踏むんじゃないかなっていう。降格して1年目の岐阜を見てる、なんか、似た感じな気がする。はいはい、なるほど。うん、カターレ富山。あ、また上がれないんですか、カターレ。ずっと上がりそうなのに。そう、上がりそうで上がれない。はい。で、本当に、上がるべきは本当去年だったなと。うん、まあまあまあ。いうところっすよね。はい。で、先ほど言いましたけど、アルトゥール・シルバが、
まあ、大宮行ったじゃないですか。行きました。で、アルトゥール・シルバの役割は結構富山でもでかかったというイメージがあるので、はいはいはい、で、あとは、ただ一つマテウスが、うん、まあ、がっつり復調してフルで戦えるってなったら、ちょっとわかんない。なんか難しいシーズンになっちゃう気がする。これっていうのが、毎年ね、そう、最後まで競るんだけど、最後競り負けちゃうっていうね、はい、連敗しなかったら行ってるんだからっていう。ああ、そうですね。そうなんですよ。ちょっと4位という、はい、ところで、ちょっと富山を。岐阜でーす。届かないっすか？自動には。自動ですか？自動には、届きません！言い切った。マジっすか？いや、本当は、あれよ、気持ちはもう自動よ。まあね、そりゃ、うん。なんなら優勝みたいな、うん。ただ、大宮で1個潰れてるじゃないですか。うん、まあまあまあ。まあ、実際は潰れてないんだけど。まあまあね。潰れてないんだけど、多分潰れるので。はい。で、もう1個争うときに、これはまた、まあ、富山もそうだけど、岐阜も競り負けちゃうんだよね。はいはいはい、はい。どうしてもね、その弱さがあるので、ちょっとね、自動昇格圏内ほんと入ってほしいんだけど、うん、まあ、得点力がどうなるか。山内選手が去年の終盤の、流れそのままに行けば、はいはいはい、まあ、自動昇格圏内はもう見えるだろうし、山内選手の得点王も見えると思うんだけど、うん、そこがうまく計算できなかったら、結構苦しくなるかなと。でも、この間の名古屋とやった試合あったじゃないですか。はい。プレーシーズンマッチみたいな。はい。あれ、結構良かったじゃないですか。そうだ、ね。思った以上に。で、王子が、はい。決めてるんですよね。はい。はい、多分この道具が公開されてる頃にはもう、あれも出てますけど。はい。動画、そうですね。そう、王子がこんなに活躍するとはもう、思わない状態で撮った動画ですから。はい。まあ、すぐ、トレーニングマッチからすぐフィットしてるよね。はい。これ、史上最速開幕戦土下座も。かなりの可能性で、あり得ると。いや、これ、さすがにちょっとグランパス相手に点を決めたっていうのはね。いや、すごいですよね。すごいですよ。ナイスシュートでしたよ。やっぱ本人もコメントで言ってましたけども、今年が勝負だと。はい、はい。もうなんかそれがもうトレーニングマッチから伝わってくるっていうね。なるほど。はい、いや、結構ななんか、起爆剤になってるような気がするね。なるほど。じゃあ攻撃陣が、こう、爆発すればあるっていう。いや、もうある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 。ただ、俺の予想は3位。ああ、厳しい。リアルですね。リアルに3位。大宮が1個昇格だと、はい、もう順当に。はい。その 2着というか、2位は誰なんだと。2着、はい、松本山が。ああ、戻りますか、J2 に。 J2 に戻る気しますね。あ、まあ、山田もね、ちょっと富山っぽいとこありますけど、まあちょっと競り負けてね、ちょっと競ってここ勝ってればっていうのも去年の松本山雅の悔しいところではありましたけども、まあでもね、得点王で小松蓮選手が抜けて、はい、じゃあどうなるっていうところで、どういう風に行くのかっていうところ、うん、得点王が抜けてそこに、奈良クラブから浅川選手が入ってきまして、はい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 、でそれだけじゃなくて後ろには真渡選手が入りましたから、うん、これでかい。なるほどね。やっぱり課題だった守備、ここってところでの失点、はい、そこを真渡選手入れて埋めるんだろうなと。なんか補強がうまくいってるというか、まあ、うまいよね。ああ、はい、なるほど。ちゃんと自分たちのウィークポイントを知った上での補強をちゃんとしてるっていう。なので、松本山賀がなんかちょっと行きそうな。なので今年の J3 はこんな感じかなと。はい。予想しております。皆さんはいかがでしょうか。以上、FC岐阜勝手に応援チャンネルでした。